こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。かおりさん、元気ですか？元気です。ゆかさんは元気ですか？皆さん、お元気ですか？ちょっと待ってくださいね。いいですか、かおりさん。はい、全然いいですよ、はい、こっちは。はい。参ります。愛を育む美の学び屋。この番組は26年間パリと日本を行き来しているアンジェルオーナー香里さん、藤崎香里とアンジェル店長の大塚由香が日仏を舞台にフランス人マダムに学ぶ女性の本来の美しさ、自由さ、人生を楽しく前向きに過ごすための秘訣などなどなどを織り交ぜながらお届けしてまいります。香里さん、今日もパリですね。はい、まだパリにおります。元気ですか？はい、今日は曇ってますけれども、ちょうどね、3日前に、カフェもテラスも、カフェのテラス、レストランテラスがね、ちょっとオープンになって、やっとちょっと戻ってきたかなっていう感じですね、今パリは。はい、本当、皆さん待ちに待ったすごいストレスが ね、多分溜まってたと思うんですよね。やっとちょっと戻ってきたかなっていう感じですね。そうですか。はい。今日は、香里さん、せっかくパリにいますので、はい、パリのね、はい、お話をしたいと思います。はい、香里さん、昨日、マダム・フローレンスともお会いになったんですよね。あ、そうですね。ジェリーの。そうです、そうです。ジェリーのね、デザイナーさんで。はい。やっとね、お店もね、オープンしているので、うん、今、二人でね、ちょっと材料の買い出しに行ってきましたね、昨日。そうですか。かおりさん、フランス人のね、男女関わらずお友達が多いと思いますけど、うん、日本人同様にね。はい、フランス人マダムってすごくかっこいいじゃないですか。うん、やっぱり私たち憧れるんですけど、うん、ね、いくつになってもかっこいい、うん、そんなマダムの、うん、魅力についてね、今日はね、うん、私たちの真似ができるような、はい、ことがあれば教えていただきたいな、と、はい、香里さんが感じていることを教えてもらえればなと思って、うん、今日はお願いしたいと思います。はい。今日はね、ちょっと外見のことで私たちが簡単に真似できることとかがあれば教えていただきたいですね。外見のことでね、真似できることですか？うん、真似というか、まあ皆さん、フランス人マダムが好きですよね。私もそれに憧れて最初パリに来たのが始まりだったし、仕事を始めたのも始まりだったんですけども、真似ができることっていうと、真似ができることっていうか、まあ、お洋服はね、みんなね、すごいファッショナブルに着てるけど、服よりもやっぱりコーディネートが素敵じゃないですか、みんな。うんうんうん、服には私はそんなにお金かかってないと思うね、みんな。うん、でね、上手に着こなして、要はコーディネートっていうのは、今日のこのパンツにセットで着ないってことですよね。よく男性や昔の女性もスーツセットで着たりとか、ワンピースセットで着たりとかしてませんでしたか？そうですね。ね、簡単ですね。そうですね。そんなんではなくて、アンジェルでも皆さんに、レクチャーさせていただいてますけれども、コーディネートをするってことが大切。例えば、それが何かっていうと、まあ、ゆかさん今日イヤリングをしたりとか、こう、私今日スカーフしたりとかしてますけど、ベストを着て、スカーフしたりとかしてますけれども、今日私下に、綿パンを履いてるんですね、ベージュの。カジュアルな綿パンを。カジュアルなパンツですか？うん、カジュアルなパンツね。うん、ね、綿パン履いて、このセーターだけ今年買ったセーター。うんうん、で、これは10年前ぐらいの革のベストね。うん、この今着てるんですけど、アンジェルのね。で、まあこれも最近買ったけど、これはもうずいぶん前のイヤリングだったりとか、うんうん、別にその新しいものをね、全部揃えてきてるわけじゃないんですよ。本当に。で、上手にね、古着とか大好きでね、フランス人の方たちは、うんうんうん、おとといもね、フランス人女性の友達に会ったんだけれど、うん、素敵なブーツを履いてたんです。それブーツどこで買ったのって言ったら、古着屋さんって、私は一切過去に今まで
お店で、普通のお店でね、新しいものが売ってるブティックとかでね、フグ買ったことないんですって。へー。うん、そう。でも、そういう人がたくさんいらっしゃるね。あ、たくさんいらっしゃって。新しいものを買わないんですよ。古いものに価値があるっていう、うん、まあ、本当に国だし、あの、物もそうだし、建物も見てもわかるように、古いものに価値がある。だから、不動産ってどん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 上がっていくじゃないですか。で、ファッションがね、だから、全部こう、なんか古いものを上手に着こなすっていうことをされてるから、まあそんなにお金もかからないし、うん。うん、あとも自分自身にこう合ったコーディネートがちゃんと個性的にできてるってことですかね。そこがやっぱりかっこよくなってきたな。今日はね、あの、かおりさん、いいお話で、あのね、はい、今日はね、ご質問をいただいたんですよ。あの、はい、お客様からね。でね、そのご質問を言いますね。定番のものを人と被らず、でも流行は抑えながら、おしゃれに見せるテクニックを教えてください。流行を抑えながらね。今ちょっとお話しましたけど、新しいものをみんな、バーって上から下まで買っちゃったりしますよね。うん、一つくつ買ったら、あ、服も、上もパンツもブラウスも買わなきゃいけないとか。うん、思いませんか？そうじゃなくて、今お話したんだけど、私が着てるように、まあ、ゆかさんもいつもそうなんだけど、私たちが着てるように、古いものと新しいものをちゃんとマリアージュして、自分を作っていくっていうことですよね。そうですね。あと、自分をよく知って、自分に似合うものは何かっていうのを知ることが大事だと思います。よくね、カラーコーディネートとかあります。もちろん、似合う色ってあると思うんですよ。うんうん、であのね、一つね、最近気づいたんだけど、私今日、最近こう、茶色っぽいのとかベージュ多いんですけど、うん、20代の時は30前半ぐらいまでは黒ばっかり着てたんですよね。うんうんうん、で黒しか似合わないと思ってたの、ね、実は。で、カラーコーディネートも黒だって言われてたから、うん、あ、黒なんだって思い込んでたんだけど、実はもう、自分が着たいものを着ようと思ってね、こうやっていろいろ着てますけど、案外、そのものの方がしっくり自分で着てて心地がいいし、うん、あの、なんていうのかな、似合ってると思うのね。うん、うん。うん。だからそうやって、あの、ネギとともに自分にきちっと似合うものっていうのが分かってくると思うんですよね。それが個性としてこのようにね、ちゃんとこう出てくる時が来ると思うんですよね。うん。うん。だからあんまりその新しいものこだわらずね、いろんな小物を使ったりとかね、スカーフや、あの、アクセサリーだったり、靴とかもすごく大事だと思うし、私この上に ね、あの、メンバーだけど今日ブルゾンなのね、革の。ブルゾンの、羽織物を着てるんですけど、あの、ちょっとじゃあエレガントのところに行くときな、あの、ジャケットに変えるっていう感じでね、TPO に合わせて、あの、今から私仕事に出かけるのでね、普通に革ジャンだけど、例えば夜のソワレだったりすると、黒い、ちょっとね、サテンのジャケット着たりとかしてね、パンツ履き替えたりとか、靴をパンプスにしたりとか、そういうふうにすると、うん、同じこのインナーとこのスカーフだけど、ちょっと雰囲気がエレガントに変わりますでしょ？そうですね。やっぱり、それがね、コーディネート力が大事ですよね。コーディネートが大事です。そうですね。本当に服がね、いくらいいもの着てても、コーディネートが上手じゃないと、その人の個性って出ないですね。うん、着せられてるって感じになりますね。そう、着せられてる感がある。だから、フランスマダムかっこいいのはそこですよ。ああ、確かに確かに。それはそう思いますね。あとはね、あの、一つ言うならば、あとね、姿勢がいい。ああ、なるほど。ちょっと、背筋伸ばしましたけど。そう、背筋伸ばして、やっぱりジャケットが似合いますよね、みんなね。ああ、うん。それはそこも、それはさ、あの、フランス人マダムたちは、本当にマダムになっても姿勢がいいのは何か秘策があるんですか？一つね、あの、私がずっとここにいて、友達たちをこう見て、日常の友達を見てるとね、うん、みんなスポーツしてるんですよ。60になっても70になっても80になっても、はい、80になってもしてるね、やっぱりね。何のスポーツかって言ったら、そんなね、スポーツジムに行くとか、そういうね、お金がかかることをしないから、こちらの人たち、歩くんですよ。ひたすら。あひたすら歩く。仕事行くのも地下鉄に乗らない。
さっきお話した3日前に会った友達はね、あのここの家に来るのにすごく遠いところに住んでるんだけど、うん、11区から8区までとかなり遠いと思うんだけど、あの自転車で来るんですよ。どのぐらいの何分ぐらいなんですか。どうだろう、自転車で来いだら1時間ぐらいはかかると思うけど、結構遠いでしょ。でもあの雨でびしょびしょになっても自転車で来るからね。カッパ着て、普通にみんなカッパ着て歩いてるし、そのためにフードってあるから、よくフードついたコートとかありますよね。はいはい、雨が降っても外、あ、外、傘ささずに歩くみたいなね。本当はね、歩くっていうことが日常になってるので、香りは歩かなさすぎるってよく言われますね。あ、確かに。私たち車社会ですもんね。そう、車社会になっちゃってて、本当に車ばっかりで毎日が、うん、良くないなと思って。だから私も鍛えてますよ、こっちいるときは。毎日歩くし。歩くので。服をきれいに、そう、歩くのが大事。服をきれいに見せるのって、やっぱり、いいものを着てこうね、あの振る舞ってるだけ、だけじゃなくて、美しくボディを鍛えることも大事だなっていうふうにすごく思います。確かに。あの、ついつい、私たちもお年頃なので、ここの肩がこうやって前に入って、そう、前に、前にこう来るじゃないですか。そう、ちょっとびっくりすることとかありますもんね。そう。だから、くっつくね。背中が、うん。やっぱり筋肉は大事ですね。筋肉大事ですね。やっぱり筋肉を、ある程度足腰つけておくっていうのは、まあ、年を取った時にも大事なことなので、あの日常本当に、あのこちらの方は本当によく歩くなと思う。だしちゃんと筋肉質な足してるもんね。パンプス履いても、ふくろはぎちゃんとあるし、いくつになってもミニスカート履くんですよ、70でも。みんなおいおいね、またね、回を重ねるごとに、例えばいくつになってもパンプスの履けるようなこのおみ足でありたいになれるようにとかね、あの、いろんなお話を、していきたいと思いますけど、はい、今日はあれですね、やっぱり、皆さん、フランスの方ってパンプスも履かれますもんね。やっぱり私たちも、年齢が来るとどんどんパンプスとか履かずに、スニーカーっぽいのになっちゃうけど。そう、私はね、スニーカーばっかりじゃなくて、日本人女性にはパンプスを履いてほしいです。ちゃんとヒールのあるもの。別にね、腰が悪かったりとか、いろいろあるからだけど、せめて3センチぐらいの太いのでも、パンプスはパンプスなんで、なんかちょっとやっぱり夜の、フランス人は夜と昼と全く衣装が違うから、昼間は例えばペタンコの革靴を履いてても、夜のディナーになるとちゃんとみんなね、おしゃれにパンプスを履いたりするんですよね。TPO ってすごい大事だと思います。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日は私たちが真似できるフランス人マダムに、学ぶ、かっこよくなる秘訣はまとめて、かおりさん。そうですね。我々は着物社会で、やっぱり、歴史ありますよね。着物の歴史で育ってきたこの衣装っていう着物があるので、やっぱりね、背中が曲がってた方が良かったりとかする場合もあるじゃないですか、着物って。あんまりこうやってピシッとしてると着物に合わないしね。なので、やっぱり、だからこそやっぱりフランスっていう国にこう皆さん憧れて、フランスマダムに憧れてきたんだと思うんだけれども、はい、やっぱりファッションの世界、お洋服を通常、今の日常着てるわけですから、まあ、少しでも、そんなね、欲張っていいもの、いいものっていう風にならなくても、目の前にある古いものを捨てないでほしいですね、まず。まず古いものを捨てなくて、汚れてるからって言って、革ジャンとか捨てちゃう人いるけど、ここカットすればいいからね、裾、袖とかね。だし、磨けば綺麗になるし、アンティーク感がいいんですよ。ちょっとアンティークな感じがね。そうですね。だから、自分もアンティークになってるじゃないですか。年越えて、シワもできてるし。そのね、シワとね、汚さは合うんですよ。すごく。マリアージュ、ボンマッサージュ。あんまりピカピカしたものでね、恥ずかしくなりますもんね。そう、なんかね、新しいもの、今度はね、恥ずかしい。気恥ずかしい感じになっちゃう。そうね、なんかちょっとやっぱりこうね、趣のある。もう、50過ぎてくると趣があるようになっちゃってると思いますけど、年とともにそのようにセレクトされると、自分としっくりくるんじゃないかと思います。わかりました。ありがとうございます。では、はい、次回ですね。せっかく、コロナ、
パリのテラス席が始まって、またお友達たちとも会われて、うん、まあ、どんな風なのかっていうことも含めて、次回はコロナ禍の中でもね、フランス人の、まだ香織さんフランスにいるので、ムシやマダムはどうやって、楽しんでいらっしゃるかっていうね、お話を次回に聞きたいと思います。はい。呼びます。この番組は毎週土曜日夜の9時に放送します。皆さんと一緒に作っていきたい番組なので、コメント、今日もいただきましたけど、どしどし皆さんもコメントいただければと思います。で、この番組に参加してくださるお客様がいらっしゃいましたら、いいねボタン、それから番組登録もよかったらしてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃ今日も、フランスの、はい、パリの、藤崎香織さんと、私、名古屋のアンジェルから、大塚優香がお届けいたしました。ありがとうございます。また来週土曜日に。土曜日に。はい、ゆかさん、さよなら。ラポシェンファー。またねー。ありがとう。はい。では皆さん、さようなら。